戦後の昭和を生きるヒロイントラコが人々を救うため奔走する姿を書く連続テレビ小説、虎に翼 NHK 朝ドラ。第23週のラストとなる9月6日放送会終盤。そして7日の振り返り会で、第24週の予告映像が放送された。動画、意味深すぎる、次週の予告映像9月6日まで放送された第23週。 はじめは諸女のごとく、後はダットのごとし。では、義母、百合よきみこ、美子の物忘れが激しくなり、トラコ、伊藤沙莉、というみ、前田の野野、は懸命に百合を支えようとする。一方、数年の準備を終え、いよいよ原爆裁判が始まる。弁護士の轟き、戸塚純紀、豊根、土石しり、は、亡き雲の、塚ジムが、 の思いを受け継ぎ裁判に挑む。そして昭和38年、8年に及んだ裁判は国側の勝訴という形で終わり、トラコたちに苦い思いをもたらすのだった。第24週、女3人あれば身の代が潰れる。の予告映像では、桂ツ松山健一が最高裁長官に就任。 トラコがそんなカツラバを、カツラバさんらしくないというか、焦っているというかと暗示、滝川、滝藤健一が、頼んだからな、カツラバと話すシーンが流れた。滝川の意味深なセリフやや釣れた様子を受け、SNS 上では、予告の滝川さん、病気か。滝川さんいなくなってしまうん。滝川さん退場感が半端ない、え。 ちょっと滝川さん、など不安の声が相次いでいた。第24週、女三人あれば身の白が潰れる。は、9月9日から9月13日まで。放送は NHK 総合で朝8時から、また NHKBS プレミアム 4K では朝7時半からスタート。うん、土田白よきみこ、の物忘れが激しくなり。トラコ、伊藤彩里。 というみ、マイダノノ、は懸命にユリを支えようとする。一方、数年の準備を終え、いよいよ原爆裁判が始まる。弁護士の轟どろき、とつかじ豊根土とより、は、亡きくもの、つかじが、の思いを受け継ぎ裁判に挑む。そして昭和38年、8年に及んだ裁判は国側の勝訴という形で終わり、 トラコたちに苦い思いをもたらすのだった。第24週、女三人あれば身の城が潰れる。の予告映像では、カツラバ、松山健一が最高最長官に就任。トラコがそんなカツラバを、カツラバさんらしくないというか、焦っているというかと暗示、滝川、滝藤健一が、頼んだからな、カツと話すシーンが流れた。 滝川の意味深なセリフやや釣れた様子を受け、SNS 上では、予告の滝川さん、病気か。滝川さんいなくなってしまうん。滝川さん退場感が半端ない、え、ちょっと滝川さん、など不安の声が相次いでいた。第24週、女3人あれば身の代が潰れる。は、9月9日から9月13日まで。 放送は NHK 総合で朝8時から、また NHKBS プレミアム 4K では朝7時半からスタート。